き、えー、日う、今日ょうからですか,かなり、えー、暑くなってです、ねえー、なんか昨日天気予報見てたら、えー、今日から水曜日までは、えー、ヒート・ウォーニングという高温警報って日本語で書いてありましたけれども、そういうのがこのローアー・メインランドには出ててです、ねえー、日曜日とお月曜日はあ39度。 えちょっと見たらバーノンでは43度えアボツフォードでもなんか40度を超えるということなんですけどもえーブリューワークのいるテキサスはなんかこんなの当たり前なのかなと思うんですがこっちではかなりすごいですねえさらに恐ろしいのはまだこれが6月だっていう,う7月8月になったらどうなっちゃうのかなと思うんですけどもえちょっとうちエアコンも扇風機もないんで大丈夫かなと思ってるんですけども。 えー、大変だったら教会に逃げ込もうかなと思ってますが、えー、暑い中ですけども頑張りましょう <laughs> 教会の聖書の通読ですけども、えー、昨日からですねこの紙編に入りました紙編は全部で150編ありますけどもその中の半分ぐらいはこのダビデが書いてるんですね この「詩篇の6編のこの表題のところにも「ダビデの三歌」「ダビデの賛歌」って書いてあるんですね。でまあ英語で見ると「A Psalm of David」「ダビデの詩篇。でこの「詩詩ですよねで詩って何かなってこう改めて思うんですがあの私が小学校の時にですね 何年生ぐらいかちょっと覚えてないんですが夏休みの宿題まあ毎年夏休みの宿題って小学校の時出ててですねえまあ夏休みは大好きなんですけどもえ宿題は大嫌いとそういう感じだったんですがで何年生の時か覚えてないんですが詩を書いてきなさいと詩を書いてきなさいとそういう宿題がありました。 で何を書けばいいんだろうとんかよく分からなかったんですね。何を書けばいいんだろうで調べてみたらですね詩というのはこう自分が考えていること自分が感じたこともう何でもいいんだって自分が考えているとか感じたことを何でもいいからとにかく自分の気持ちを書く自分の気持ちを文章にして書く、まあ、それが詩だっていうんですね。で 例えば小学生が書いた詩でこういう詩がありましたこれ夏休みの詩ですよえ僕の大好きなかき氷かき氷わかりますかかね僕の大好きなかき氷口の中に入るとすぐ溶けちゃう頭の中がキーンとする 僕の下はピンクになったり赤くなったり黄色くなったり僕の下は虹色になったこれで終わりです <laughs> いい詩ですよね、えー、本当になんか自分がただ考えていることを感じたことを言葉にして、えー、別にこうそこにストーリーがなくてもいいっていうんですね自分が思ったことを感じたことをそれをそのまま 文章にすればいいとでじゃあこの「詩幣」はどうかっていうことなんですね。詩編はどうか確かにこれを、まあ、今日の箇所も読んでもですねダビデが考えていることダビデが感じたことそれがそのままここに書いてあるんですね。節、えー、節と3節 主よ私を憐れんでください私は衰えております主よ私を癒してください私の骨は恐れおののいています私の魂はただ恐れおののいています主よいつまでですかあなたはここにもダビデの考えていることダビデの気持ちがあります、えー、私は衰えている 私は恐れおののいているしかし普通の一般の詩と違うことはこれは神様に対すする祈りなんですね詩編というのは今読んだ2節と3節の中でも「主よ主よ主よ」この「主よ」っていう言葉が3回も出てきます。 つまり「詩篇というのは主に対して主に対して自分の考え自分が感じていること自分の気持ちを素直に書いたものなんだと主に祈ってるその祈りを言葉で書いた祈りを言葉で書いたそしてそれが神の言葉聖書になったそれは「 私たちがこの祈りの言葉を読んで私たちもここから祈りを学びまた神様の御心を学ぶためですね。えー、一章前の詩篇の五編詩篇の五編一節二節、えー、表題から読みますが詩篇の五編指揮者のためにフルートに合わせてダビデの参加」。 私の言うことを耳に入れてください主よ私のうめきを聞き取ってください私の叫び声を心に止めてください私の王私の神私はあなたに祈っていますここでもダビデはうめいている叫んでいるそしてそれを神様に私の王私の神私はあなたに 祈っていますこの祈りの言葉をダビデは書いたわけですね。えー、じゃあこの6編ですがもう一度ダビデの気持ちを見てみたいんですけども先ほどのこの読んだ2節のところに「主よ私を憐れんでください私は衰えています」とありました。えー、英語の N の NIV 聖書を見てみましたら「have mercy on me lord for i am faint for i am faint」つまり私はもうフェイントする倒れそうなくらいに弱いだから「have mercy on me 私を憐れんでください私に憐れみを与えてくださいしよう」そう言ってるんですね。 2節の後半で主よ私を癒してください私の骨は恐れおののいています Heal me Lord for my bones are in agony 私の骨つまり私の体は本当に苦しみの中にいるから私を癒してください主よそうダビデは言いました 3節では私の魂はただ恐れおののいています。My soul is in deep 私の魂は深い苦しみの中にある。 まあこのあと6節7節をお読みしますと「私は私の嘆きで疲れ果て私の涙で夜ごとに私の寝床を漂わせ私の不指導を押し流します」「私の目は苛立ちで衰え私のすべてのためすべての敵のために弱まりました」まあダビデが「 いいつこののを書いたのかダビデがイスラエルの王になってからかあるいは王になる前なのかそのことは分かりません。しかしいずれにしてもダビデはこの時とても苦しんでいたとても恐れていた不安だった疲れ果てていた弱かった。 まあそういうい状態だったことがわかります。そして実にこの詩編の約半分がダビデが書いた詩編ですがそのダビデが書いた多くの詩編というのはそれを読んでますとダビデがすごく悩んでいる時悲しんでいる時苦しんでいる時弱っている時そういう時に書いたことがわかります。でこれは聖書を読むときにその私たちが持つダビデのイメージと かなり違うんですねダビデはそのゴリアテに打ち勝ったようにこう力強い勇気あるまたイスラエルの王としても次から次へと周りの国々に対して勝利をする、まあ、そういう力強い王様、まあ、そういうイメージがあります。 しかしダビデが書いた詩篇を読むとそこにはダビデの弱さ悩み不安恐れそれがとてもたくさん書いてあるんですね。でこれは何を私たちに教えてるんでしょうか先ほど言いましたように詩篇とは単なる詩単なる自分の思ったことを感じたことを書くだけではなくて これは神様への祈り、神様との交わりの中にこの詩幣があるということ。ダビデは「主よ私を憐れんでください」「主よ私を癒してください」主に憐れみと主に癒しを求めました。私たちは実は、実 本当に神様との深い交わりを持つ時本当に真剣に心から神様に祈る時というのはこういう苦しみや悲しみ恐れや不安それを経験する時だからだと思うんですね。苦しみがあるからこそ恐れがあるからこそ不安があるからこそ私たちは真剣に真剣に 神様に祈るる。ことができる私たちのいろんな悩みや不安悲しみそれを神様に祈るそしてそのことを通して神様から新しい力また勇気元気が与えられるんだそのことを教えてるんではないでしょうか。 3節の後半ね主よいつまでですかあなたは主よいつまでですかあなたはとダビデは言いました、えー、私たちもですね、えー、コロナの状況で言えばやっと先が見えてきた状況でもありますけれどもでもいつまでですか いつまた私たちの人生の中でさまざまな悩みや問題解決のできないことがあるでしょうしかしそのような時にこのダビデのように自分の弱さまた不安恐れそれを主に祈りたいと思います。 主に憐れみを求めたい助けを求めたいそのように思います四、えー、節をお読みします四節帰ってきてください主よ私の魂を助け出してくださいあなたの恵みのゆえに私をお救いください ダビデは神様に「あなたの恵みのゆえに私をお救いください」。自分の行いや努力自分の正しさではなくて神様からの恵みによって私を救ってくださいそうダビデは祈りました。新約聖書を見てみましょうエペソビトへの手紙の2章です。 エペソビテの手紙の2章4節5節エペソビテの手紙の2章の4節5節ですしかし憐れに豊かな神は私たちを愛してくださったその大きな愛の故に 在家の中に死んでいたこの私たちをキリストと共に生かしあなた方が救われたのはただ恵みによるのです。父なる神様は罪の中に死んでいた私たちをキリストと共に生かしてくださった私たちが救われたのはただこの神様の恵み によるんだ8節この後の8節にこうありますあなた方は恵みのゆえに信仰によって救われたのですそれは自分自身から出たことではなく神からの賜物です私たちは神様からの恵みによってイエス・キリストを信じる信仰によって救われたそしてそれさえも 自分自身から出たのではなく神様からのギフトプレゼントですあなたの恵みのゆえに私をお救いくださいというダビデの祈りと同じ教えです私たちも今日もこの主の恵みによって救われまた救われ続けるということそして 主に憐れみを求めて癒しを求めて助けを求めて歩みたいと思いますお祈りをいたします天のしなる神様あなたの皆を心から褒め称えます新しい朝をあなたが私たち一人一人に与えてくださりこうしてこの街道でまたオンラインで祈り会を持つことができあなたの御言葉を ことができて心から感謝します主よ私を憐れんでください私は衰えています主よ私を癒してください私の骨は恐れおののいています私たちもこのダビデのようにあなたに憐れみと癒しを求めることができるように私たちはこの地上でさまざまな 悩みがあり悲しみみがありままた苦ししし恐れ不安を経験しますしかし主が全知全能のお方であり私たちを恵みによって救ってくださるイエス・キリストを信じる信仰を与えすべての罪を許し神様の子供とし永遠の命の中に生かしてくださっていること今日も覚えてこれから感謝します。私たたたちがあなたに祈りまた あなたに心を向けることができるように、今からの祈りの時間導いてください。あなたは私たちのすべての祈りを聞かれ、また私たちの状況もすべてご存知のお方です。私たちが心からあなたに祈りを捧げることができるように、そしてあなたからの力を得ることができるように、慰めと励まし、平安の中で歩むことができるように導いてください。 6時45分までこの命の時間はありますのでご自由にお祈りください。